エビスビールってロシア語やとさ、なんかイエビス、なんかね、イエビス、イエビス、ザイビスっていうね、なんかそのイビスっていうのはもうズッコンバッコンって意味なんだよ。やめろよ。なんか、やめろよ。ズッコンバッコンビールみたいなもんよ、これ私たちから言ったら。そうだね。生まれはロシア。伸びた。嘘でちょか。もうなんなん、髪伸びたとか言うんけど。髪伸びたっけ。そんなんもうモデル気取りやめてるもん。すごくね。伸びた。これ変態ってこと私。いや今日な、初めてのんけ体験した。のんけ体験。のんけっていうのはそんなゲイじゃないストレートな男性のことやねん。分かっとるわ。分かってるわ。分からん人もおるやろと思って。そんな真面目に。いや分からん人っておるやん。なるほどね。そうよ。分かりましたか。あのなコンビニでコーヒーを買ってそこの。うん、でそこ結婚式場あるやん、うん、でその結婚式場で多分働いてる人やと思うねんけど、こう新卒みたいなスーツを着てたの、女の子と男の子と、うん、若い感じの子で、 あんまり普段スーツ着慣れてないやろなっていうようなリクルートスーツ、女性版のリクルートスーツみたいな着てて、でそれをなんか、あ、なんか男の子と女の子たちで新卒かしらって思いながらコーヒーを片手に表参道をドヤ顔で歩いてたわけよ、こっちは、うん、ドヤ顔で、ドヤ顔でその表参道が3つあってドヤ顔でしか歩かないからね。表参道ってドヤ顔に歩くためにあるところだから。あ、そうだ。そうよ、そりゃそうよ。表参道で髪切ったって言ったらもう髪だから。あ、でも確かにうちはなんか髪を切るとすげえドヤ顔。そうやろ、もう表参道で切って思う。ほんでどこで髪切ったのって言われたら表参道って言うようにしてるやろ。うん、俺もそう。俺ほんま清瀬で切ってるけど表参道で切った。それは嘘つきやな。嘘ついてんねん。まあ、それは置いといて、はい、まあとにかくその前を歩いてる子を見てたら、うん、女の子がな、こう普段着慣れてないやろから多分そうなってるんやと思うんだけど、うん、お尻の形がすっごくよくプリッと出てて、あ、 お尻すごい出てるわと思ってよく見たら、うん、パンツのラインがなんていうの、お尻をよく見る気になったね、あなたも。こうパンツのラインがこう出てたわけよ。あー、分かった分かった。こう出てて、でなんかそのもうめっちゃパンツなの、なんかもうそれも、あ、この子こういうパンツ履いてるんだってすごい見てたの。見てたの。そしたら隣からイケメンが来て、俺が見てるのを見てたの。もう俺はでもさ、違うねんっていう感じやん。違うねん、パンツのラインがこんなにも見えてていいのかなと思って見てただけなのっていう顔をしたんだけど、やつは多分女のお尻をすごい見てるのを見られて恥ずかしくなってんなって、ムカつく。それあんたが見てるわ。ムカチャッカファイヤー。なんかそれ、そんなことあんの。ムカチャッカファイヤーよ本当に。いやでもだから俺すっごいその時に、あ、のんけってこういう感じで多分あのパンツのラインが見えるのがすごくね見えるんだろうなって思ったのと同時に、こんなに若い子で普段絶対おしゃれそうな子やねん、なんか全然島村とかじゃなくてやっぱザラで買い物してそうな顔もしてしゃべないで。島村もいいからね。島村もいいものはいいものよ。そう、まあでもそれはいいとして、うん、そんなになんていうのダサめな感じの雰囲気、メイクもしっかり決まってて、うんうん、レベルはそんな低くないのよ、うんうん、全然。でもこういうパンツを履いてるんだと思っちゃったの。普通はね、なんか自分の姿ちょっと鏡とか見てさ、なんかパンツ透けてないかと確認するよね。いや、俺ほらアレちゃんやってそうやし、うん、俺の親もな、お母さんとかもそうやけど、結構ティーバックやねん。でもうちの母ちゃんもみんなでもみんなティーバックやろ。あんたもティーバックやろ。ティーバックです。でもなんかティーバック、あの紐パンツあるで、紐パンツじゃなくてこうレースがついたティーバックみたいな、うん、まあいろんなティーバックあるんだろうけど、俺あれのパンツに慣れてるから普通の逆にパンツを見たことがないねんけど、子供のイメージ。そう、でも友達に聞いたら日本は割とあの子供のあのパンツをみんな履いてる。あ、でもおばちゃんパンツって言うのよね。おばちゃんパンツっていうの。あ、おばちゃんパンツ。いやでも若い子もみんなあれ履いてんねんって、最近。いや俺不思議。いやでもなんなんやろ、最近増えてると思ってたんやけどな、そのティーバッグとかが。日本で逆にな、なんかお母さんティーバッグみたいなこと言ったりすると、うん、え、ティーバッグなのみたいな、なんかえ、ティーバッグなのみたいな、うん、でも言われる、エチエチみたいな、なんかその雰囲気があるのが不思議やなと思って、なんかいつからパンツってそういう文化になっていったんやろうな。でも
女の人がティーバッグ履かない人、おいりぎわかるかも。なんで？ティーバッグって意外とめちゃめちゃ着心地が悪い。そうなんや。もう最初、一番最初にティーバッグいいな、かっこいいなと思って、一番最初に入った時もう違和感でしかなくて、そのケツになんか挟んでるみたいな。いや、ケツに挟んだ方がいいやん。こう、なんていうの、挟まってるって言ったらいいんやろ。いや、あ、いや、挟まってるじゃねえや。なんちゅう、遅いね、ちょっと脳内のこの、いろいろ今話そうとしたことと私の言ったことの処理をしたんで、 DNA で言ってんじゃん、私のこう、なんていうの、考える能力がちょっと遅い。そうそう、先日 DNA 検査をして、あの、処理能力低いという結果が出ました。はい、ちょっと時間がかかるんです、申し訳ございません。いや、いいよ、ほんでも忘れたんやろ、今言おうとしたこと。そうだな、あパーティー、そう、今そうだったのよ。忘れてるやん。違和感なのよ。じゃあ自分さ、例えばパンツ履くやん、まあブリーフでも何でもいいんだけど、そのパンツが本当にずれて、それ全部がこうケツに入った時のこの違和感、しばらくすると快感になってくるんやろ。いや、快感にはなってこへんけど、挟まってきた、挟まってきたじゃねえよ、ずっと挟まってるよ。いや、女性はなんかちょっと生理とかがあって、うん、っていう考えもできるわけよ。そのそっかそっか、パンツをこう、そのティーバッグやとできひんもんな、その、いや、なんかタンポンとか使う人が多いよね。あ、そうなんや。タンポンを使う人が多いのと、うん、まあ、その女性の日だけちゃんとしたパンツ。なるほど。で、パンツ何、ズボンもちょっと見えにくいの履いて、まあその3日4日とか、まあ1週間ぐらいはそのね、普通に、なるほどね、パンツが見えないような洋服を着てたりとかして。そういうことか。こだわる人はもう普通にもうそんないつでもどこでも白いパンツも履くし、もうタンポン使えば大丈夫みたいな。まあ普通に俺はね、なんか国によってやっぱ違うのが不思議やなって思ったね。国によってやっぱ日本やとブリーフがすごい虐げられてるし、でロシアは逆に俺さ、ボクサーパンツ少ないんかなと思ったんだよね、見た限りやと。トランクスか限りなくブリーフに近いボクサーみたいな。なんかボクサーパンツ、なんかネイマールとかがつけてるイメージ、なんかそういうスポーツ選手。ああ、そういうことね。こうピチッとしてる。どのパンツがいい、男がいざなんかするときにどのパンツ。いや、でも俺はトランクスはちょっと引くねん。あ、トランクス引くの。ちょっと引くねん、私は。なんかこう、え、ぴっちりしてないの、ボクサーパンツから浮き出るこの、あ、ここが、ここが亀頭だね、ここが亀頭だね。どういうこと、めっちゃいいやん。これはもうトランクスだったらもうポロリするしかないから、もう今もうとっとと脱ぎみたいになるけど、とっとと脱ぎ、あのボクサーパンツとかやったら、あ、ちょっと脱ぐの待って、ちょっと待ってな、楽しんでんの。そう、それごと楽しめんねんっていうのがあんやん。でもさ、なんか、まあ、それでこう、なんて言ったらいいんやろ、あの形がくっきり見えんやったらいいんやけど、あの、なんていうの、膨張率で勝負する人もいるやん。まあ、勝負するっていうか、もうその生まれつきなんやろうけどさ、こう膨張率が激しい人っているやん。おるおる。こうピーなのにこうなんかバーってなる。そうね。どこから出てきたっていうやつとかあるやん。伸びたみたいな、ごめん。伸びた。いや、あれやばいやん。小さすぎるのはちょっとね。いや、じゃなくて、でも大きくなんねんで。楽しみやで。いや。最初はこう、ないない、いやいや、いないない、バーッ。違う、違うか、違う、いや、違うわ。俺はそのいないないバーよりもおー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 がいい。すごい、やばい。なんか今日はパンツの世界による違いみたいなのをやろうと思ったんだけど、申し訳ございません。アレちゃんはいないいないバー派がいいと、私はおおおおおおおっていう派がいいっていう結論でございます。あ、まだ受けた。